先ほどの会長、それでよりご来場の皆さんにご挨拶でございます。 千葉祭をこうじた上で開催については昨日も確認した上で許可を今現状いただいております。ただそんな中、千葉市もですね、まん延防止対策地区ということにこの4月の28日から入ってございまして、ちょっとよりより一層コロナに気をつけながらの大会に今日も含めて千葉祭5日間もなると思います。ただそこも前もってご協力をお願いいたします。千葉祭はいろんな催しを考えておりますが、例えば9時でですね、後ろにございますタペストリー、選手のこう、
縦が2メーター、横が140センチのタペストリーをですね、くじで当たるなんて、1日1体とか、1日1人ずつのタペストリーが当たるなんて、まあ、いろんな、普通の工業ではない、いろんな催しをですね、考えて、お客様に楽しんでいただこうという、趣旨で、5日間、去年開催できなかったんでね、今年は選手、スタッフ、それも頑張ってですね、5日間楽しい、思い出の一つにですね、こんな中していただければということで、5月1日から5月5日まで、あと若手選手 そのアドバンスカップと称してですね、他団体ゼロワンから響き君が来て、あとうちの3人とですね、アドバンスカップも開催しますので、どうかそこも、あるいは毎日のゲストもお楽しみにいただければと思います。それでは4月29日、先ほども申しました、後楽園ホール以上のものを皆様にお見せします。最後までご観戦よろしくお願い申し上げます。